新東海橋から見たテレビ、東京天王洲スタジオ地図テレビ、東京天王洲スタジオは、東京都品川区東品川に所在する、ハイビジョン対応のテレビスタジオ。通称、天王洲スタジオ。第42回、BCS 賞受賞。テレビ東京は、老朽化した芝公園スタジオの抜本改善策を、検討するため、1995年に、全社的なプロジェクトを設置。 デジタル化の動向を踏まえ BS 時代には対応するには新スタジオの建設が不可避であるとの結論を得て港区を中心として50県を上回る候補地の中から最終的に東品川を建設地と決定する。テレビ東京天王洲スタジオは東側を高浜運河南側西側を幹線道路に囲まれた敷地に監修を施設計。 設計志向を清水建設が手掛け、1998年3月に着工、1999年12月8日に竣工し、12月12日から運用を開始した。事業費は120億円超。建物は地下2階、地上12階建て、デジタル放送対応型の2つのスタジオと、スタジオ関連書室、駐車場、関連企業のオフィス、 縁義務住宅で構成され、テレビ、東京製作、照明技術、テクノマックス、テレビ、東京建物が入居した。2009年9月14日には、テレビ東京が完全子会社化したインターフムが虎の門に置いていた、本社、スタジオ、天王図スタジオ7階に移している。建物の管理運営は、テレビ、東京ビジネスサービスが担い、スタジオ内の機材管理と運営は、 テクノマックスが行っている。基本的には、テレビ東京及び、関連会社の番組制作を中心として、バラエティ番組では、ゲストの多い公開番組の収録や生放送を行っているほか、外部制作会社及び、民放他社にも貸し出しを行っている。二つのスタジオを有し、数は、芝公園スタジオ時代の半分となっているが、スタジオ自体は、大型化されている。 このうち、第1スタジオは250坪、第2スタジオは150坪で、生放送対応としての機能を考慮して設計された。また、本社との各種信号の送受信や変換処理を行う、回線制御室も設けられた。これにより、本社側に制御用の副調整室を用意せずに生放送番組を制作することが可能となっている。運用開始日には、 コケラ落としを記念した特別番組、1999スーパードリームライブが3次完成放送された、HD、SD 対応化番組などの大型番組が主体。現在使用している番組、編集これまでに使用されていた番組、編集 HD、SD 対応情報、バラエティ番組が主体。現在使用している番組、編集2000年11月から収録を行っているが、 2008年8月下旬に1995年4月の番組開始当初から行われていた東京タアースタジオに変更されたものの、同スタジオが2012年9月末の閉鎖が決まったことから同年5月の番組セットの変更に合わせて再び同スタジオの仕様に変更された。これまで使用されていた番組編集技術照明美術ありがとうございます。